ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2023年12月18日、日産地を運営するエニーカラー株式会社が25億円で自社株を購入すると発表し話題になっています。ウィンカブプレスの記事です。エニーカラーがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を90万株発行済み株数の 1.43% または25億円としており、取得期間は12月19日から来年1月19日まで。資本効率の改善や株式数削減を通じた1株当たり株式価値の向上を図ることが目的としている。自社株購入とその発表の甲斐があったのか、第2四半期決算の発表前は3900円前後だった株価もあわや3000円を切るかというペースで落ちていたのですが、なんとか3300円くらいまで少し回復したようです。こんなことしてなんか意味あるんか。自社株買いは敵対的買収を防ぐ以外だと株価を上げることによって投資家へのアピールになるようです。株価が下がるとエニカラ株を持ってる人が損をしてしまいますから、その25億使って新しく何かに投資するとか社内を改善するとかはないんか。まあ投資してもどうせ失敗するし、自社株買いなら確実に成果上げられるしいいんじゃない。ジャイカさんたちが二次フェスのタクシー代でないとかぼやいてるから、そのあたりの今あるものを大事にしてほしいとは思うけど。個人事業主呼んどいて交通費出さないとかあるんか。そういうしょうもない費用をケチってるから積もり積もってみんなの心が離れていくんじゃないかと思うんですけどね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。